ゆい、誕生日プレゼントありがとう。夜景の見えるレストランもサプライズのケーキも用意してくれて本当に感謝しかない。ゆいの誕生日は精一杯お祝いする。だからこんな俺だけどよろしくな。翔太、誕生日おめでとう。うん、期待しとく。お互い社会人になったし、会える日も少なくなったけど、私にとって毎日が大切な時間だよ。うん、俺もそう思う。本当にありがとう、ゆい。1時間後。翔太、誕生日おめでとう。お、たくむ、覚えててくれたのか。いや、インスタ見た。なんだよ、まあそれでも嬉しいわ、ありがとう。にしてもすごいな。何が？彼女奮発しすぎじゃね。あの財布いくらした？調べないことにした。5万です。言うなよ。え、てかマジで5万？うん。だとしたら昨日だけで合計10万だわ。他何に使ったんだ？ホテルでのディナーが5万。チラッと会計見えちゃったんだよ。やばいな、ゆいちゃんってそんなに金持ちなのか？いや、給料とか聞いたことないけど、そんなに大した額じゃないと思う。だから相当奮発してくれたんだと思う。いい彼女だな。ほんとそれ、マジで大切にしようと思ったわ。お、いよいよ結婚？あ、真剣に考えた。俺も今年で25歳だし、ゆいは可愛いし、一緒にいて楽しいし、心の底から幸せにしたいと思った。だから次のゆいの誕生日の時にプロポーズしようかなと思ってる。マジかよ。どう思う？誕生日にプロポーズって変かな？いやいや、最高だと思う。ゆいちゃん喜ぶと思うよ。だよな。って言ってもあと3ヶ月もあるからな。シキにはぜひ呼んでくれよ。もちろん。1ヶ月後。ショート、今いいか？何？ゆいちゃん最近どう？ん？どうってのは？喧嘩とかした？してるわけない、むしろラブラブだよ。そっか。どうしたんだよ。覚悟あるか？はい。俺が昨日見た光景のことを聞くか？いや、ノーヒントすぎだろ。何を見たんだよ。ゆいちゃんに関すること。それもいい情報じゃない。俺の勘違いってこともあるけど、ゆいちゃんに間違いはないと思う。そんな言い方されたら気になるわ。何を見たんだ、教えてくれ。昨日ゆいちゃんが男と歩いてた。しかも若い男じゃなくておじさん。え？見間違えってことは 100% ない。近くまで行って会話聞いたけど、確かにゆいちゃんって呼ばれてたし、二人は高級レストランに入っていった。その後は俺も仕事があったし終えたりはしてないから、その後二人がどうなったのかは知らない。マジかよ。あれは誰がどう見てもパパ活だ。あのおじさんの愛人かもしれない。黙っておこうと思ったけど、翔太には伝えるべきだと思った。ありがとう、ちょっと聞いてみるわ。1分後。ゆい、話がある。電話できるか？ごめん、今できない。どうした？この後時間ある。直接聞きたいことがある。今日は無理なの。明日か明後日でいいかな。予定があるのか？うん。わかった、じゃあ明日で。ありがとう。どっか食べに行く？最近見つけたお店あるんだ。焼肉店なんだけど、裏メニューで生肉食べられるの。すごくない？わかった、そこにしよう。はーい、予約しときます。翌日、パパ活してたわ。う、マジで最悪だ、ブチギレそう。話したのか？いや、 LINE 見た。ゆいちゃんの？うん。そしたらおじさんと LINE してたわ。見てもらっていい？うん、逆にいいのか？見てほしい。わかった。前日。秋信さん、今日もありがとうございました。前の生肉のお店も美味しかったですけど、今回のテスト鍋も最高ですね。まずお店が旅館みたいでした。ゆいちゃんは今日も可愛かった。こんなおっさんとご飯食べてくれて本当にありがとうね。いえいえ、私年上大好きなので。ほんと、乗せるのがうまいね。ベッドの上でもそうなのかな？もうやめてください、エッチなワードは禁止ですよ。そうだったね、ごめんね。でもエッチしたことないんだよね。ゆいちゃんみたいな可愛い子でも処女っているんだね。なんかそういうのあんまりわからなくて。興味がないってこと？わかんないです。それ、きっと興味あるよ。なんなら俺が教えてあげようか？もうダメですよ、次エッチな質問してきたら合わないですよ。ごめんなさい、それは嫌です。じゃあやめてね、約束できる？
はい、約束します。ありがとう。でも本当に興味出た時は真っ先にアキくんに相談するね。本当？俺が初めての相手？うん、ユイの初めてあげちゃうかも。嬉しいよユイちゃん。俺もっと頑張るよ。頑張ってユイちゃんに認めてもらう。もう十分頑張ってるよ。アキくんは偉いよ。ありがとうユイちゃん、君は女神だよ。じゃあまた来週ね。ああ、やばいだろ。何これ。ユイが風呂入ってる間スマホのロック外してスクショだけ撮って出てきた。え、じゃあまだ話し合ってないのか。うん、多分今面と向かったら手出る。なるほど。ユイから連絡来たからまた後で報告するわ。おう。1分後。翔太帰ったの？うん。どうしたの？話あるんじゃないの？するまでもなかった。え、怒ってるの？うん。なんで？自分でわからない。え、私が何かしたの？そうだよ。わからない。私翔太のために頑張ってるよ。悪いところあったら直すから。心当たりない？ない。本当に？うん。ふーん。あの、何に怒ってるか言ってくれる？こっちとしても気分良くないよ。話あるって言って私の家来て何もせずに勝手に帰るって。カメラロール見てみ。え？自分の携帯のカメラロール見て。そこ見たらわかるから。待って、何これ。それはこっちのセリフだよ。勝手に人のスマホを見たの？うん。最低。いやいや、まずは謝罪だろ。パパ活しといてそっちが怒るなよ。プライバシーの侵害だから、まずはそっちが謝って。悪いと思っていないの？何が？話の流れでわかるだろ、パパ活だよ。浮気じゃないしいいんじゃない？見たらわかると思うけど、ご飯行ってお金もらってるだけだし、これ普通に副業だし、周りの子も普通にやってるから。じゃあなんで隠した？は？悪いと思ってない、ただの副業なんだろ。だったらなんで隠してた？そこが全てだろ。は？何勘違いしてんの？私が怒ってんのは勝手にスマホ見たからだよ。話そらすなよ。今まで俺に黙ってただろ。なんで黙ってたんだ？後ろめたい気持ちがあったからだろ。彼氏である俺に対してパパ活してるのがバレたくなかったからだろ。お前年収いくら？は？いくらって聞いてんだよ。今それ関係ある？私さ、あんたの倍近くもらってるよ。悔しくないの？女である私に抜かれて。パパ活で稼いだ金だろ？それこそ関係なくない？お金はお金なんだし。誕生日のお祝い忘れたの？いくらしたと思ってんの？あれができたのも私の副業のおかげじゃないの？違う？だったらしなくていいわ。は？いくらいいものもらっても、いくら綺麗な夜景が見えても、いくら美味しいものでも、それがパパ活で稼いだ金なら俺は祝ってなんか欲しくない。キモ。別れよう。マジでキモいね。私も別れようとしてたし。さようなら。あ、財布返してくれる？売って自分の財布買うから。わかった、送っておくよ。1時間後、別れることになった。マジか。いろいろ話したいから今から時間あったりする？いいよ。ありがとう。もう恋愛はたくさんだわ。1ヶ月後。嫉妬して泣かないでね。は？マンション買ってもらった。それも都内のタワマン32階。どう？悔しい？もう別れて1ヶ月経つんだぞ。今更 LINE なんかしてくるなよ。復縁なんかするつもりないけど。あんたと別れて本気出したの。そしたら会社経営者の人に会ったの。人生は行動あるのみなの。あんたみたいにいつまでも雇われのみだとわからないわよね。人は環境で全て決まるの。あんたみたいな低能と別れて正解。さようなら。5年後。久しぶり翔太。さっき電車で見かけたんだけど、勇気出なくて声かけられなかった。すみません、誰ですか？え、わからない？ユイだよ。アカウント変わったからわからなかったかもね。なんで俺の LINE 知ってんの？友達が教えてくれた。前の LINE は使えなくなったからね。でね翔太、久しぶりに会ってびっくりしたの。翔太すごく男らしくなったよね。その友達から聞いたんだけど、転職してキャリアアップしたんだよね。すごいなぁ。やっぱり翔太はすごい。やる男だと思ってたよ。どうも。じゃあね。待って、本題はここからなの。
実はね、私借金300万あるんだろ。え？いや、なんか俺も風の噂で聞いたわ。なんか大変なことになったんだろ。そうなの。そういう噂って広まるよね。何があったんだ？もう覚えてないかもしれないけど、私マンション買ってもらったって言ってたじゃない。ああ、なんかそんなこと言ってたな。そう、その人実は既婚者でね、奥さんに全部見つかって慰謝料みたいなの請求されちゃって、親にも見捨てられて、今月中に返さないと危ないところで働かされるの。実は今日その面接があって、その研修ではひどいこともされて、それで絶望の淵に立ってたの。でもそんな日に翔太に会ったの。これは絶対そういうことだよね。神様のお告げだと思うの。私とやり直してほしい。あの時は私が間違ってた。本当に反省してます。あの時結婚しようと考えてくれてたよね。私、あのプロポーズに応えます。結婚します。ごめん、結婚してる。え？俺もう既婚者なんだ。いろいろ大変だろうけど頑張れよ。じゃあな。待って、もう結婚したの？うん。私とは？別れたじゃん。それはそうだけど、でも好きだったよね。都合の悪いところだけ記憶喪失になってんのか？お前、彼氏よりパパ活を選んだ女なんだぞ。俺のこと低能だなんだって散々わめき散らして別れたんだぞ。そうだったかな。実はあの時病気だったの。だから多めに見てほしい。仮にそうだとしてももう無理だよ。俺にはもう家庭があるから。そこを何とかお願いします。無理だって。2番目でもいいです。なので一旦借金だけ肩代わりして。まだ不倫懲りてないのか。ほんとバカだな。もうお前とは関わりたくない。なんでよ。人は環境で決まるんだよな。だったらお前とは縁切るよ。不幸せな人生歩みたくないからな。ひどい。後日談。こんばんは、翔太です。正直連絡は来ると思ってました。それくらい今のユイは追い込まれていたそうです。ちなみに俺の友達は試しにユイが働いているであろうお風呂屋さんに行ったそうです。すると当時のユイからは考えられないほどやつれていたそうです。あの時パパ活をやめていればそんなことにはなってなかったのか。いずれにしてももう遅いです。僕は今の嫁と子供が大切なので。それでは失礼します。